昔昔あるところに、それはそれはとても不器用な魔法使いの少年がいたらしい。魔法の使い方もわからず、まじないの言葉をまき散らす。僕が良ければこれでいいのって神様も悩ました。現在全枚全回転、頭なくフル回転、どう考えても絶対ね、まじないでは無理だって。やっぱりあなたを笑わせる方法は妄想さ、抱きしめることだけね。見知らぬ子が